はい、頭隠したまゆちゃんですね。面白いね。今日は何からするかというとですね、インフルエンザが我が家で蔓延してまして、静かにしろというお達しなんで、静かに今日はやりたいと思います。まずはビタクラフト、これ血糖値測定するきっとね、今日はね一日血糖値を測り続ける日にしますんで、どのぐらいだろうね。まず今測ってみましょう。これね、こうやって、僕は糖尿病だから血糖値がドカンと上がるんだけど、今はね血糖値が高いのが悪いとは思っちゃいないね。血糖値が高くなるような食事は、なんていうの、生命にとって大事なものを食事の中から追い出しちゃう。401、びっくりだね。ここまで低いのは久しぶり。久しぶりって言ったかな。酒飲んでないせいだと思うんだけどね。今日はロールキャベツ入りの、なんだっけ、おでんしますね。まずはここに卵はね、5ぐらいやります。まあ6個やってね、茹でちゃいますね。さあ、無水鍋はね、買った方がいいよ。これね、こうやって、ね、ほんの少しだけ水入れた。こんな、これでカタ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 8分、それで十分ですからね。まず熱くなるまで放っておきましょう。カタカタ言い出します。今おじいちゃんにお茶持ってってあげたから、これねありますね。ねえ、風邪ひかれる、このぐらいまだおしみしめになってますね。インフルエンザね、大変だよね。怒られちゃいましたから昨日。これね、これでしょ、イカがあって、これはあれはテリテリだね。他は食べちゃいましたね、昨日のようにね。どんどんどん、なんでさせーって言うんですか。グーグルのさせーって言ったんです。まあ台所仕事って何でもしなきゃいけないからね。料理だけじゃないんだよね、それが大事なんですよね。それで、まずはこれ使ってロールキャベツを作ります。それでおでんです。おでん、おでんてんでん、おでんくん、おでんてんでん、おでんくん。また大きい声になると怒られちゃうね。こらそんなもんよね。ただどん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 叩くわけいかないんで、軽く丸めて、よいしょって感じですね。白菜もね、ちょっとそんなにいっぱいやらない。だとね、なんか 10枚とかやるんだけど、今日はものすごく少なくやります。これはカタカタ入ってきます。
これね、丸い丸いに塗ったところで、こっち側でね、電池処理器だ。カタカタ回るぐらいで8分、ね、そうすると OK ですから。で、卵 OK でしょ、もうこれでね。次はロールキャベツですね。一番上からこれはちょっとあんまりよろしいキャベツじゃないんだけど、これでね、あの鶏肉を巻いちゃいます。で、あのおでんと一緒に煮ますからね。豚肉のロールキャベツってのは油がいっぱい出るから、あんまり おすすめじゃないですよね。こっちはね、おでんの出汁で作るからなかなかの素材の味が生きて嬉しいですよね。何かもう水っぽくなってちょっと辛いですよね。こういう感じで取れちゃってね。おいおい、大丈夫かよ。まあ、なんとかなります。もう一枚は100か。まあ、いいな。うん、こんなもんですね。はい、これはお湯になったら忘れちゃいましょうね。そもそもおでんは、大根だけでもいい。大根、こんにゃくだけでもいいんでね。大根、こんにゃく、にんじん。ほうほう。ね、ですからこれを。つまりこのままお湯の中入っちゃうといろんな問題が起こっちゃうんで、どうしてもそうなっちゃう。これは後であの、焼きましょう、ね、それでいいですね。これもまあそんなに何枚だ、1、2、3、4、5枚ぐらいだから、このぐらいずつね切って、まあ、見えちゃおうか。こここうやって、お、まゆちゃん来ましたね。昨日もあの僕の仮眠所で寝てましたよね。まゆちゃん、かわいいね。仮眠所。だいたいね、あの、ご飯食べると夜、あれですよね。そのまま寝ちゃうんですよね、仮眠所で。お、ちょっと見ずっとあの水蒸気がね、卵を蒸していく感じなんですよね。ね、こうやって。鶏肉にね、沸騰していきますからね。これがこのまんま、こう、なんて言うんだろう。おでんの中でこうわーって広がっちゃうとあんまり嬉しくないですよね。あのなんか取り臭くなっちゃうのね。ところが巾着に入ったりこうキャベツで巻かれたりするともうそれで美味しくなりますからね。これはまた向こうに入れておきますか。このビニール持ってないからね、こうやって使っちゃいます。はい、貧乏くせえ。まゆちゃん、お前なんか欲しいんでしょ、欲しいんでしょ、お前ね、欲しいんでしょつって大騒ぎするとまた怒られるんだよ、こら。
静かにしないとね。でね、あとはシュー混ぜてみようか、シュー怒られたな。やってみなきゃ分かんないよね。やってみよう。やったよ。本当にどこでもどこでも携帯の検索が面白い。やってみよう。じゃあ春菊をねこうやって刻んで、うるさいって言われるね。うるさい。ドンドンって2回から叩かれるんですよ。あとでお叱りのこと。それがうまくなんか機能する場合もあるしさ、このぐらいずつこうくるっと巻いてやるでしょうね。ロールキャベツですね。はい、こちらが巻いてきましたね。まず一番外側からとか、ちょっと強めに入れるといいかもね。ちょっと今日のキャベツはね、固めとかだね。ちょっといつもよりも長めに茹でてます。いつもはさっと茹で終わるんだけどね。こんなでいいんじゃないかな。あれ、8分経った？もう8分かよ。こんなってますね。でね、これはね、こうなってるやつを足でこういうふうに持てるともう茹で上がってるんですよ。こうやってもう茹で上がってるので、これでね OK ですから。すごいよね。これなんでそんなことしてんの。ダメだよ、長袖はね、こういうのやるとき寒いけどね、我慢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 、いつも我慢我慢。
俺もいつも我慢我慢、俺もいつも我慢我慢、これもケトスト治らないですからね。大根を先にあの下で始めないといけないんで、急いでやりますね。これね、これを使っちゃいましょうか。うん、いいこと話したな。半分にしようかね、おでんだからね。おでん、おでん、おでん、おでん。どうせだから2年しようか。この、なんていうの、方針転換っていうか、優柔不断っていうか、その場あたりというか。それが俺の魅力で。いや、違うと思いますよ、マサイさん。グルグル出てきましたね。静かにしてね、今日はね。あんまうるさくすると俺怒られるからね。はい、おでんって言ってもね、おでんつってもね、いろんなおでんがあるからね、そんなにあのいろいろとやんないでね。これここでね、まず重要なことはね、いくつあるかなんですよ。この紙じゃない、巻くやつね、巻きがね、こういうふうにね、1、2、3、4、はこれだな、4これでしょうね、5、6で7つだね。1、2、3、4、5、6、これね、こんな感じでね、割れちゃいますよね。そしたらこれをもうちょっと叩きたいかな。まあいいやね、ちょっと今日このぐらいでね、やってみましょう。パテになってないですから、まだそれをこうロールキャベツで巻いて春菊と鶏肉だからね。で、これで3つだね。3つ目、鶏の胸ってのは一番安いから、あ、塩入れの忘れてた。間違えた。ちょっと塩が入らないとダメだね。塩のパン、塩のパン、ちょっと多いかなっていう。熱が入っていくときに味が入りますから、これでね。まあいいやね。はい、次もう一回、ちょっとなんか足りないよ。こういうなんかのもの、ね、ないとダメだよね。これないとね。はい、こうね。次これね。春菊が入ったってのはちょっと新しいね。もしかしたらなんかグッドかもしれない。
これがね、ちょっと困るよね。こういうのはね、春キャベツとかなんかまず大丈夫なんだけど、このキャベツだとね、ちょっとこうしてやんないと。あ、大変だ大変だ。さにあるとね、おいおい大丈夫だよね。まあなんとかなるわ。この人なんかはね、またあれですね。はい、今一生懸命これガタガタと逃げてますからね、このままだってね。それでこうやってできるだけ小さく殻を細かめにね、こう崩していきたい。そうすると殻とあの身の間の摩擦係数が多い。ほら、マリちゃんがジャンプしてる。もうゆで卵大好きなんだよ、こちら。呼んでいいよ、呼んでいいよ。今日もこれだけでいいかな。おお、ジャンプしとる。これ1時間ぐらい見ますんで、9時過ぎぐらいかな。おお、こうやって取れた。きれいに取れるでしょ。水蒸気で無水鍋でやると絶対これきれいに取れる。いきます。水蒸気でね、やるから、高温になるんだよね。水が100度以上になるので、水蒸気が低いと思うかな。だから、水になると、こうやるのが一番動かす。ゆで卵はね、殻が残ってると、ものすごい怒られるよね。ごめんな、マユ。毎日毎日あれだ、世界中で卵を喉に詰まらせてワンちゃんが死んでるんだよね。えグーグル、そうですね、今も苦しんでるワンちゃんがいます。嘘だろう。はい、嘘です。自分って、なんか、してるふりして、自分が嘘つくんじゃないですかね。自分はなんか、あらゆる生き物の中で一番偉いっていうさ。そんなことないですよ、マセイさん。これね。ほんと、これですね。コブ。コブね。これがもうそろそろいいですね。これいい加減っていうか、こう刺した時にある程度なんか入るぐらいがいいで
ですね。それでこいつはみんなね、一回水に取ります、うん、一回水に取って冷まさないと、ひょっとするとそこで少し温度が入ってきますね。でその間にこっち側でおでんにしましょうか。あれ見えな、あれ使わんでもないんだ、大変だ。もちろんこれはあれになります、おでんの出汁になりますけどね。昆布水が入りました。あ、電池切れたらごめんね。あとはこのまんま粛々と煮ていくだけなんでね。これも半分ぐらいでしょ。まあ、お前昆布食うと死ぬんだよ、知らねえよ。あ、そうだそうだ、これをもう一番最初にこいつをね入れていきましょうね。これで、はい、水が入って人参と椎茸が入ります。で、あれ見てると分かりますけど、だんだん透明になってくるんですか。ここが大事、ここが。ね、透明になってくるでしょ、冷えた。これがいいですね。ちょっと置きましょう。それでこの時間で、人参をね、こうやって切って、人参はもう何でもいいです。こうやって切ってやるし、これをねおでんの中に入れていきましょうかね。椎茸を、あ、いけねえ、こんにゃく忘れた、こんにゃく忘れた、こんにゃく入れねば、こんにゃく入れねば、こんにゃく入れねば、俺糸こんにゃく大好きなんだよ。あ、ロール白菜に入れればよかったね、ロールキャベツにね入れればよかったね。まだかな、これ使ってます。一番安いものです。乱暴だね。ちょっと今日は急いでるんでね。これがね、出来上がると美味しくなってさ、水を足しながらいきます。ね、やっぱりもうちょっと深い鍋が良かったな。
もう一声だったかもね。はい、これこれね、こんにゃく。うまそうじゃろ。うまそうじゃろ。ゆっくりゆっくり熱くなってきてな。もう一個ぐらいおでんの素がいいんだよね。はい、今日のポイントはね、ねえよ。はい、今日のポイントはですね、おでんのだ。これそうなの？水足しながらゆるゆるとね、1時間ぐらいかな。こっち側が浮かぶとまずいんで、こっち側がね。もちろんこっち側も浮かばない方がいいんだけどね。まあしょうがない。で、コト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 ゆっくりいきましょう。はい。ということで、何枚言う？なんかお前何もいなかったね。ごめんな。けどもまあ人生そんなもんよね。ちょっと後片付けをして1時間ぐらいなんかうだうだしたら、おいしいおでんだぜ。